LVS-2009 はかつてロシア連邦のサンクトペテルブルクに存在した輸送用機器メーカーのペテルブルク路面電車機械工場が製造した路面電車車両。大量高速輸送に適した3車対連接車で71から154という形式番号も有している。ペテルブルク路面電車機械工場では2005年以降 サンクトペテルブルク支電をはじめとするロシア連邦各地の都市に向けてバリアフリーに適した部分調低小電車の生産を行っていた。その中で都心や郊外方面への大量、高速輸送に適した車両として開発されたのが LVS-2009 である。旧ソ連諸国で幅広く採用されている機関 1524mm に対応した三車体連接車で、 台車が存在する箇所を除いた、車内全体の43%が、床上高さ 360mm の低床構造となっている。流線型の全面デザインを有する車体の外部、内部のパネルは、繊維強化プラスチックを用いることで腐食を防ぐほか、強い日差しを軽減するため側窓には、色付きガラスが用いられる。両開き式のプラグドアを採用した乗降扉は、 運転室付近の一箇所を除いて、低床部分に配置されており、乗降の容易さに加え乗降時間の短縮が、図られている。車内には、暖房や換気に用いられる高出力の送風機がある。ほか、運転室の上部には、冷暖房双方に対応した、空調装置が設置されている。また、車内外には監視カメラが設置されており、記録した情報は緊急時に備えて保存される。 前面下部には連結器が設置されており、総括制御による連結運転も可能である。台車には従来の高い床式車両から車輪系を抑えた男性車輪が用いられており、台車上部の高い床部分の床上高さを従来の 900mm から 750mm に抑えている。各台車には2機の誘導原動機が搭載されており、 独立した配線を有するため故障時にも他の電動機を用いての走行が可能である。制動装置は電気ブレーキが用いられ、停車時には機械式ディスクブレーキが用いられる。主要な機器は屋根状に設置されているほか、運転室が存在する車体にはチェコ製のシングルアーム式パンタグラフが存在する。これらの電気機器はマイクロプロセッサによって制御、管理され、 運転台に設置されたタッチパネル式のディスプレイに情報が逐一表示される。また電気配線の組み立てにはメンテナンスの簡素化や信頼性の向上を目的にハーティングコネクタが使用されている。LVS-2009 の展開にあたり、携帯が異なる2種類の車両が設計された。ありがとうございます。